関さん、はい、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、うん、顔出ししてていいことって何かありました？顔出ししてていいことですか？配信でメリットデメリット。メリット、なんか一時期悩んだことがあるんですよね、ツイッチ配信をしてて。ガチじゃないですか。外仕事とか、うん、外仕事だから外配信しやすいことですかね。外配信しやすい。そう、外配信がしやすい。なんか遊びに、そう、デメリットは、まあ、やっぱこの世界に顔をさらすことによって、はい、まあ、面を見られる。あとは、なんすかね。なんか日頃日常生活で声かけられます？ああ、俺もそれちょっと気になりますわ。お、関さんっすか。若者多いとこだと、たまに。ああ。なるほどな。若者多いところか。いやもうほんと、うちの周りとか、家の周りとか、おじいちゃんおばあちゃんしかいないから、声かけられたことないっす、俺。へぇ。若者多いとこだったらちょっと朝もいいんじゃない？ちょっと、心休まんなそう。確かになんか誰かに見られてんじゃないか感覚に陥りそうっすね、日頃。そう、もう俺、若者多いとことか、なんかちょっと怖くて、顔出して歩きづらいっすもん。もうマスクと帽子みたいなっすか？そう、妻と歩いてるときはもう、妻は子供一緒にいてるときはマスク帽子かぶって、まあ、自分一緒だったらいいっすけど、別に。マスクもつけない。まあ嘘だけど。マスクもつけない。ノーマスじゃないんで。まあそれは嘘だけど。へえ、いやなんかツイッチってやっぱ顔出してる方多いじゃないですか。多いですね。なんか自分のツイッチで一応やらせてもらってるんで、うんうんうん、そういう方がやっぱ視聴者さん的にはいいのかなっていう考えがね、あったんですよね、最近。結構ガチな。これは結構裏でもした、裏でした方がいい相談。ガチ。いや、まあまあまあ。ねえ、アルファさん。どうなんすかね、確かにツイッチみんな出してるよな。みんな出してるっす。顔で済まないっすよ、ツイッチ。名前もそうね。出すの。もう出せるもんみんな出すから。出せるもん。出せるもん出してるっすね。局部以外は出てます？局部出してる人もいる。局部も出てるか。局部も出てるか。局部もいる。いやでもやっぱりやってて、例えば、じゃあなんかタルコフってラッターさんとかやったことあります？いや、見たことあるだけですね。あ、見たことあります。なんかタルコフとか、まあホラーゲーでも全然いいんですけど、ホラゲーとかやっててでかいリアクションが声だけじゃなくて表情と動きが、はいはいはい、そうですよね、カメラでね見てておもろいっすよね。 いやそれめっちゃわかるな。俺も関さんのそういう切り抜きの動画とかも関さんの顔ばっか見てるもん。リアクションそれまた別の話になってくる。本当にそこなんですよ、本当にそこ顔ばっか見てるもん。コンテンツの力をとそこのデメリットをどれだけこうね、天秤にかけたら本当にそうっすよね。なんか俺なんかツイッチでなんかツイッチで配信してるマイクラ詳しそうなおっさんみたいな感じでやってるんで今。出したいんですか？出したいなって思ってました。おお。いやけど天秤にかけてまだ悩み中っすね。まあ、確かに世界に、そうだな、世界に犠牲になるもんはあるっす、間違いなく。うん。ちょっと、まあでも普段からあんま外が出なかったらいいんじゃないですかね。ああ、じゃあいいか。うん、だってできると思いますよ。あんま外は出ないな。いや、ちょっと、また、裏で。ガチ。ガチのやつは、さらにガチなやつは裏で。